河川と地下水面の関係。地下水面が河川の水面より高く、水は河川に流れ込んでいる。地下水面が河川の水面より低く、水は河川から地下に流れ出している。地下水面は川底より低く、にじみ出した水が地下水となる。地下水面とは地下水の圧力と気圧が釣り合う水平面である。地下水の水面として目に見える場合もある。 清水面と同義に使われることもあるが、実際にはそれよりかなり上ということもある。水が地面から土の粒子の隙間に浸透するとき、最初は通気性のある部分を通過し、その土は不飽和である。水がさらに深く浸透していくとより多くの隙間を満たすようになり、最終的に飽和する領域に達する。この法和体のほぼ水平な上つらが地下水面である。 地下水面より、下の地下水を含む地層を耐水層と呼ぶ。耐水層が地下水を貯める能力は、主にそれを構成する岩や、土壌の間撃率と、透水係数に依存する。地下水面の形状は、季節や地形や地質構造によって変化する。未発達地域や降水量の多い地域では、地下水面は大まかに地表の地形に沿ったものとなり、浸透の増減によって上下する。 湯水やオアシスは地下水面が地表に到達した場所に生じる。湯水は一般に山腹にあり、その場所で地表の傾斜面と地下水面が交差している。他に川や湖の中に見えない湯水があり、その水域の規定流量水位に影響する。耐水層の地下水面が完全に水平となることは滅多になく土壌や堆積物などの多孔質における毛細管現象により、 その地層の凹凸に沿って形成される。地表から浸透した水が飽和体に達すると、その動きは単純に垂直なものではなくなり、地下水面の傾斜に沿って水平方向に流れるようになる。地下水面の傾斜は導水勾配で表され、計に水が追加されるレートとその層を形成する物質の透水係数に依存する。起伏の多い地形で地下水面が 地表に露出すると、勾配の変化によって川や、湧水やオアシスが生じる。地下水面は、地表の地形よりも、むしろ地下の地質構造に応じて変化する。中水は、その地域の通常の地下水面よりも浅いところにある、地下水で、通気体中にある。不等水性の岩や、土壌の層や南東水性の層が、地下水面の上と地表の間にある場合に生じる。 そのような中水層が地表に露出している場合、例えば崖の中原に露出していると、そこから湧水となって水を放出することになる。通水性のある土壌でできた海上の島では、塩分濃度の濃い海水が島の側面から浸透し、淡水はその上にレンズ状に集まる傾向がある。そのような島の淡水のレンズ及びその地下水面は、潮積によって上下に変動する。 グレートブリデン島やカリフォルニア州では、冬季の降水量が、夏季の降水量よりずっと多く、夏の間に地下水量が減少する。このため、地下水面が毎年夏の間だけ低下する。このように季節によって、飽和層になったり、不飽和層になったりする部分を、完結的飽和層と呼び、地下水面は天候によってこの層の中を上下する。化石水は、数千年にわたって、 大水槽に溜まっていた地下水であり、その地表は砂漠となっていることが多い。非常に深いところにあるため、現代の降雨で水が補給されることはなく、工業活動などによってその水を抜き取ると、地下水面の変化は高級的なものになる。ありがとうございます。